フロリダっていうかキーウエストね。キーウエスト。風がほら。うん。これ買えそうなもんがありそうに見えてないんだよね。でも T シャツと帽子は買わなくちゃいけないからね。ここで買う？うん。ちょっとパーキング探してみようか。うん。やっぱりね、向こうにもあるじゃん。 T シャツと帽子は。パーキングはないんじゃないかな。あ、これこの感じ、あそこにも出てた。どこ？あのコスタリカのところ、あそこの。コスタリカ、あの店がずっと出てた。あー、コスタリカ。歩いたじゃない、あの最後。最後あの街の中の方に歩いて行ったじゃない。コスタリカ、あのメキシカン街、うん、あのビーチサイドでもあったけど、ビーチの、うん、街の方に歩いて行ったじゃない。あの降りて船着き場でしょ。船着き場のとこはあったけど、それからちょっと街の中歩いて行ったじゃない。こんなとこあったっけ。へえ。海があって、海のとこのすぐ横にはあの、うん、あの出店でしょ。出店みたいなのがあって、その反対側歩いて行ったじゃない。あれよりこっちのがマシでしょ。こっちあっつこメキシコじゃん。おお、このそばで入れてんだ。素晴らしい。ないね。なかったら向こうでいいじゃん。でもこうよりここの方ありそうな気がするけどね。量は量はね、うん、まあちょっとじゃあ探してみて、もうちょっとパーキング。店が多いね。うん、店はそこより多いね。 T シャツは。おいおい、あれだ、ハワイアン。あれだもん、河川だもん。河川、河川。シルクじゃないとダメだよ。あ、でも最近ないじゃん。あれ、トミーバハマ。トミーバハマ、あんまり。何ここ。いい色ないよね。すごいね。すごい車。見て、あの中に。うん。アートだ、アート。アート驚くよね。あの、チューリッヒの豚には、あ、豚やないか、牛か。じゃあ、チューリッヒ、クマじゃなかった？チューリッヒ牛でしょ。クマじゃない？こうやって見て、見てるよ。クマじゃなかったよ。牛じゃないよ。チューリッヒ。クマだよ。あった、あるか？リザーブ。リザーブ。ダメだよね。ここにパーキングあるじゃん。これパブリックパーキングだね。そうだ。こっちから行ける。あ、ここも開いてるか。あ、こっち入れようか。うん。しかし遠い。ラスのところ。じゃあやめな。